にちは、どうも生きてます、ゆうままです。今回はこちらのセボンスターを購入してきました。これは最近出ましたカレンダーシリーズ第2弾、こちらを店舗でやっと見つけたので購入してきました。今回2つ購入してきましたので、今日はこれを開封していきたいと思います。イエーイずっと探してたんですよ。これ第1弾もよく買ってて、で第2弾が出るよってなってから出ましたって、あーそろそろ出るんだってずっと店舗をスーパーとか行くたびにおもちゃコーナーであるかなあるかなってこうあるかなってこうね探してたんだけど、まだねなかったんですよ。で今日やっと見つけました。なので2つね買ってみました。今回はねいろいろまた綺麗なものがたくさんなんですよ。私が狙ってるのがこれ、なんかカメオっていうか、こう女性の顔があって、後ろはこうなんかロココ調というかそういう感じのペンダントですね、これのシリーズを狙っております、今回、あとねやっぱ夏だから、今回夏があるから、こうイルカとかね、これも綺麗だよね。イルカのこのちょうどラインに合わせて宝石が埋め込まれてる、これも綺麗だし、本当に。あとこれかな、アジサイだよね、これ。アジサイのモチーフも綺麗。他のもね、本当に。今回その、第2弾初めてだから、被ることは絶対ないでしょ、1個目。だから何が出てもいいよね。で、これダブル宝石。これは、これですね。見えます？見えなかったらちょっと写真撮ってここら辺に貼っておきます。はい、このハート型と下は何だろう、上がハートで下がリボンになってる感じで、上と下でダブル宝石になってます。これも素敵。私第1弾の方で、第1弾カレンダーシリーズ第1弾でダブル宝石出せなかったんですよ。だから今回のシリーズはダブル宝石当てたいですね。というわけで、早速開封していきたいと思います。どっちから行く？ちょっとこれ買って持ってくる際に、ちょっとここぐしゃってなっちゃったんですよ。ちょっとぐって潰れちゃったから、こっちから開けましょう。はい。何が出ると思う？本当にね。わからないよね、こういうのは。では行きますよ。早速行きたいと思います。せーの、じゃん。じゃん。あ、かわいい。鍵ですね。こういうさ、鍵タイプ好き。前のシリーズも鍵タイプが好きだったんですけど、これはこれですね、まさに。これ。で、これは、ピンクかな？なんか若干ね、こっちのピンクより赤みが帯びてるような気もしないでもない。これも宝物になりますね。嬉しいです。それではね、早速ね、二つ目もね、開けていきましょうね。何が出るかな？それが楽しみなんだよね。何が出るかなっていうドキドキワクワク感がたまらないんですよね。では行きます。二つ目、じゃん。お菓子も一緒に飛び出てきて、なんか金だ、金のチェーンでちょっと見えてる、なんだか、せーの、ドン。あ、プラだ。これなんだ、あ、かわいい、なんかトロピカルフルーツのジュースみたいなやつだ、かわいい。夏って感じ。
夏って感じのモチーフが出ました。でハートの黄色い宝石、これもまたセボンスターって感じで可愛いね。これはいいですね。可愛い、このハートのくるっとなってるストロー、わかりますか？これも可愛い。やばい、これ可愛い。これにはね、金のチェーンで正解な気がする。これで、シルバーだったらちょっと合わない気がする。黄色い宝石にシルバーのチェーンだったら、ちょっと、バランス悪い気がするから、黄色と金のチェーンですごい合ってる気がしますね。これはすごい。被らなくてよかった。セバンスターで被ったことってないんですよ。なんかすごく、なんだろう、消費者に優しい陳列にされてるのかなって思うし、このいろんなバージョンがあるじゃないですか。一つのモチーフにしてもこの宝石の色がいろんな色があるから、それで被らないっていうこともあるし、そこが魅力ですよね。うん、私はじゃあ今後も私はこのね、カメオを狙って買い続けたいと思います。イエーイ。嬉しい。ちなみにこれは娘に贈呈するんですけど。基本娘にあげるんですけど。で、私も時々見て楽しんでます。はい。娘もママはどれが好き？とか聞いてきて一緒に遊んでます。こんな感じでね、今回この2つが当たりました。皆さんもね、この新しいシリーズ見かけたら買ってみてください。それでは、セボンスターの開封動画でした。ありがとうございました。またねー。